皆さんこんにちは、はい、水曜日というと通常ですと、ご存知の通りね、困った時の神頼みなんですけど、今週からちょっと、変わります。はい、そうです。あの困った時の神頼みまたは災害対策担当番ね、それと同時に、裏、困った時これを全部合同にしました。水曜日にやります。はい、そして今までの木曜日には、商品チャンネルね、今世界を騒がせるすごく面白い商品、こんなものを紹介するチャンネルにしようと思いまして、はい、今日はですね、実は困った時の神頼み、最初の災害対策キャットの水曜バージョンをお届けしようと思ってます。はい、他にもいろんな話があるんですけどね、今絶対ここで話さなきゃいけないのは箱根の火山噴火レベル2。この話はね、ちょっと皆さん真剣に考えて、マスコミの発表っていうのは本当に当てになりませんからね。はい、気象庁も全部ダメです。そういうことを含めまして、例えば蔵王の噴火も含めてお話したいと思います。警戒レベルで1で噴火したのが蔵王ということで、災害対策をよろしくどうぞ。今ね、警戒レベル2が2になったっていうのが、アメリカ時間の火曜日なんだよね。ところがね、現実的なことを考えて、この警戒レベルって何だろうっていうことなんだよ。で、火山性の地震っていうのは普通の地震と違うんだ。で、映画でダンテスピークっていう、ね、映画があったところは地震自体がすごく大きく揺れてね、みんな大騒ぎしたんだけど、大きく揺れるんだったら噴火しないんだよ、逆を言えば。そっか、だから要するに出口が何かっていうところで、地震っていう出口で揺れちゃえばね、地震があればそこで地盤が一度さ、要するに再編成されるということなの。そこで落ち着いたという一件落みたいなもんだと思ってね、具体的にはちょっと違うんだけど、みたいなもんなんだよ。ところがね、今回のような形っていうのはもうとにかく中にあるマグマが外に出たい、外に出たい、またはね、ハクションっていう時に、そう、ハクションハッハッハッってやってる時に揺れてるもので、でどっからハクション目が出るか、そうなの。だから有感地震って体に感じる地震っていうのが大体ね、1日に10回になったらもう危ないって言われてるんだよね。で、今回はなんかものすごい増えちゃって、無感の含めると98回が、火曜日かな、火曜日だ、月曜日だか、それぐらい増えてるんだよ。でね、当たり前だと思うんだけど、観光地としては、ね、危ないから避難してくださいって言ったら、ね、蔵王の山がなんか潰れちゃったでしょ、だからとてもじゃないけどそんなこと言えないんだよね。だから噴火ってどういうことを考えたときに、もう一つ考えなきゃいけないのは、ドッカーンっていう噴火もあれば、ハワイのキラウエア火山、ずっと溶岩がドロ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 流れてる、あそこも今問題あってさ、道路まで分断しちゃって街まで溶岩流れてきちゃって、いや今すごく問題なんだよね、かと思えばね、北海道なんかはすごく粘性の高い溶岩だから、噴火しないでモコ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 って上がって山になっちゃう。これ昭和新山だとか、なんとか山ってあったよね、最近もね。そういうのが全部そうで、最近ね、海面に突然ね、隆起が現れて島ができちゃったっていうの、これもそうなんだよ。土地が増えた、そうかと思えば、海岸が爆発してね、 海上が爆発して、有名な今の西之島だっけ、遊ぶみたいな形で、小笠原の西之島みたいな形で、島ができていくものもある。やっぱ地球も生きてるんだね。生きてます。で、チリの火山のようにドッカーンってのもあるよね。だから今回箱根はどうかっていうと、もともと箱根っていうのは、そうだな、今の大涌谷に行ったことあるでしょ、皆さんも行ったことある人いっぱいいると思いますけど、あそこっていうのはずっと噴煙が出てるよ、水蒸気がね、だから地表内に高まっているものが、当然あそこに温泉がいっぱいあるわけだから、そこら辺を温めて、それがずっとね、出口があって噴煙が出てるんだよ、だからずっと噴火してるみたいなもんなんだ、あそこ火山でね、だからそういうような形で噴火してるんだから、逆を言うと大噴火に今までつながんなくて、富士山が最後に噴火したのが大体300年前、宝永の大噴火かな、それがあって、ところが箱根はもっと戻って1000年前ぐらい前じゃないと大噴火ってなかったと思うんだよ。でもその時さ、溶岩がさ、横浜ぐらいまで行ったの。そうなんだよ、だからそのね、1000年前の大噴火っていうのは、その箱根の山があそこら辺が全部構成した大噴火で、だからその結果まだ傷口が塞がってなくて湯気が出てるのが大涌谷だ。問題はね、まだどこもね、発表してないんだけど、その強羅とか箱根近辺の温泉の源泉の温度が何度になってるかって、どこも書いてないんだよね、多分とんでもない温度になってるんじゃないかと思うね。それ書いちゃったら危険だって分かるから。で、前も俺言ったけど、富士山でも何度もそうなんだけど、そういうところがね、なんだろうな、温泉の温度を書いて、その温度がどのぐらい上昇してるかで噴火するかどうか分かっちゃうんだよね。だから触れられないんじゃないかなと思うんだね。ダンテスピークの時もさ、温泉で湯立っちゃった人いたもんね。そうなのね、温度が急激に上昇するから、
で、もともと箱根の温泉っていうのは、少し薄めてやるとかね、沸かすとかさ、やっぱりそういうものがちょうど微妙なところにあるのよ、うん、源泉かけ流しというでしょ。だけど源泉かけ流しでやっぱり98度とかなっちゃうから、そういう場合だったらもうやけどして死んじゃうからね、うん、だからそういうことも踏まえた上で冷ましてから出す場合と、もう一つは水で薄める場合といろいろあるんだよ、うんうん、まあどちらにしましても今の状態っていうのは箱根は非常に危ないです、うん、でもちろん遊歩道禁止、ロープウェイも停止。じゃあこのロープウェイ明日になったら動くんですか？動くわけないよね、うんうん、じゃあどこで判断するんだろう、うん、でこの噴火のねどうのこうの。だからどうしたらいいかってことは、各自治体とちゃんとね連携を取って、どういう状態で自分の町とか市が、そこの近辺住んでる人たちは、こういう災害があったらどうなるかというところ、災害マップも含めてやっとくこと、うん、だけどそうだな、市役所とかそういう人たちの人ってのはいい考えだよ、大丈夫ですよで終わっちゃうような人も多いんで、そうね、独自の調査が必要だと思います、うん、で各自治体どころか、その箱根町とかそういう現地の方はどうしたらいいかってことだね。今現状でこの箱根が噴火レベルの時にどうやって経済的に対策、または観光客をどうやって保護できるかというプログラムをしっかり出すべきなんだ、うん、でしょ。でさっきもね、みえちゃんと2人で話したんだけど、箱根のその大涌谷が噴火した時に避難をどっちにすればいいかと、うん、で俺が考える限りは、湯本の方に下に降りてって小田原の方に逃げるのと、うん、御殿場の方に上がって逃げるのどっちが有利だろうと。御殿場だよ。なんで思った？御殿場だと、やっぱり一応地図というか、うん、一応調べて、うん、ああ、みちゃんも調べたんだね。昔の経歴でやっぱり海の方に流れてて、そうなんだよね。もしね、羊羹が出たら、うん、やっぱり海側にこっち側の関東平野っていうか、うん、あっちの方に来るんだよね。だからね逆側は大丈夫だけど、うん、こっちに来て、あとほら灰とかも火山灰もそう、うん、風に乗るから東の方に来るから、東京とか、そうなんだ。だから御殿場にちゃんと避難するって考える自治体がちゃんとあるかどうかも問題だよね、うん、であと問題なのはその噴火レベルによってどの程度で、小田原市だね一番問題なのね、うん、あそこら辺とか箱根町から箱根湯本、あそこら辺が避難をどうするかだよね、うん、もちろん知ってると思うけど、大涌谷の上の方には火山がいざ噴火した時のために貯水池があって、そこから水をね何段階に分けてなんだろう、その火山に水かけるって言うんだけど、うん、これ焼け石に水って言葉あるよね。そんな気がするな。絶対そんなさ、水かけてね火山が助かるんだったら、うん、あまあやっぱ地球のね内部からこうね湧き上がってくるものだから、うん、だ特にね今ね世界中もそうなんだけど、日本はその今火山というものが活性化して活発化していることは事実なんです。全体そうだね。全体そうなん、うん、だってチリもそうだし、あっちこっちで、ね、うん、そうなんだよね。だから僕はね、その点を考えるとね、イエローストーン国立公園ってアメリカの大火山を持っている、そこにね習うべきで、そこはもう研究施設が全部置いて、まあ、もちろん大涌谷にもあるんだけど、うん、かといって噴火レベルに達したとしても、そこはうまく観光とのバランスをうまくやってるでしょ。あれ噴火したらラスベガスまで終わっちゃうからね。それぐらいすごいんだ。1000キロ四方だね、うん、ロサンゼルスは、うん、ロサンゼルスは1000キロ以上離れてるからなんとかなるけど、うん、でもそれでも大変だろうね、火山灰で、うんうん、まあだからそんなことも含めて、今箱根がどのレベルにあるかということは希望的推測で大丈夫だって思っちゃうと、大体最近そういう災害でみんな問題になったでしょ。いいよ ね、 ね、地震が起こした原因で原発事故だとか津波もそうだし、うん、それだけじゃなくてあらゆる災害っていうのは事前に大丈夫だがいけない。うん、映画の世界でもよく年配の人がね、私はいいのよ、ここで生まれてここで死ぬんだからと言って、後で慌てて足手まといに逃げまとってやっぱり死んじゃうみたいな、うん、ダンテスピークなんかそういう映画だったけど、うんうん、やっぱり火山っていう災害だけはどこに文句言ってもどうしようもないでしょ、ね、人災もクソもないです。そのためには最初から我々が考える限りはちゃんとした対策を練った上で、うん、箱根で生活してほしいし、箱根に観光してほしいし、今だから箱根だけで蔵王もダメだしさ、阿蘇山だそうだよ、うん、で今箱根の警戒レベルは阿蘇山と一緒ですから、阿蘇山今噴火してるからね、うん、まさにこのまた久しぶりどれぐらいぶりかの大噴火になってるんで、また大噴火、まあそれで警戒レベル2だから、それは阿蘇が噴火するものだという前提のもとにやってるからそこで住んでんだけど、有感地震の関数も多いしね、このやっぱりその有感無感合わせて98回の箱根が、うん、安全であるなんて考える方が間違ってるよね、うん、だから噴火しなかったらどうするんだってよく映画の中でもすぐに言われるんだけど、うん、噴火してからじゃ遅いってことを考えた上でやってほしいなと思いました ね、 ね、うん、まあ何であろうとね、こうやって騒ぐとね、そうやって世間を騒がせとかいう話になるけど、本当に火山とかそういうのは事前にやっぱり大きい災害をね防ぐことができるってことを考えた上で、うん、要するに火山避難訓練とかさ、ね、小田原とかさ小学校とかちょっとやればいいんじゃないと思うんだよね。やったことないね。でしょ、うん、だから
あそこは富士山もありゃ何もあってさ、あれが噴火しない霊峰だとか言ってんの。まあ時間になりました、はい、また来週さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。